シモネッタ・ソマルーガは、スイスの政治家。2014年度の連邦副大統領、2015年度の連邦大統領、2019年度の連邦副大統領、2020年度の連邦大統領、社会民主党所属。2010年から2018年まで司法、警察担当の連邦参事会員を務めた。2019年からは、環境、運輸、通信。 エネルギー担当の参事を務める。通区に生まれ、三人の兄弟と共に、アールガウ州シンスで育った。シュビッツのギムナジウムを卒業後、ルツェルン、カリフォルニア州、ローマで、ピアニストとして修行し、1988年から1991年まで、フリブール大学で英語とロマンス書語を学んだ。それと、並行して、 1981年から1990年まで社会民主党所属のベルン代議会議員として活動。1993年にスイス消費者保護協会の理事に就任し、1999年には会頭に昇格した。1998年から2005年までケニッツの役所に勤務し、1999年にベルン州から 全州議会議員に選出された。2010年8月11日に、モーリッツ・ロイ・エンベルガー参次の引退に伴う参次選に出馬する意向を表明し、9月22日に当選した。ディディエ・ビュルカルテ大統領と共に、2014年の連邦副大統領に選出された。夫は、作家のルーカス・ハルトマンで、ベルン郊外のシュピーゲルに住んでいる。 1987年から1999年まで、赤十字国際委員会の総裁を務めたコルネリオ、ソナルーガとは、遠赤関係にある。ありがとうございます。